えー、こんんにちは、速歌塾のです、まあ、花屋龍馬さんからねあの今の若者には何が足りないのかっていうことでお題いただきましたんで <laughs> まあこれはほとんどの方が気づいてると思うんで私から改めて言うことはないと思うんですけどもまあ最近の若い人に足りないものっていうのはもうねズバリねあの花屋龍馬さんが足りないんじゃないですかねうん最近の若い人のそばに一家に一台花屋龍馬これはやっぱり足りないと思いますようんとにかくね 10代の方とか20代の方とか中心に、花屋龍馬さんの動画を見てなさすぎるのかなと思いますよね。一日やっぱり30回から50回見て、で、花屋龍馬さんに、まあ、手を合わせてね、えー、花屋龍馬さんありがとうございます。花屋龍馬さんありがとうございます。っていうふうに3回唱えて、それから朝ごはんを食べる、朝飯前っていうね、感じがちょうどいいんだと思うんですよ。さあ、こっからね、じゃあ花屋龍馬さんの具体的にどんなところがね、 若者にあればいいいいのかっっててこことととちょっとお話していこうと思いますまず一つはねあのまあウォートークンってものをやってみて、えー、小野里さんのおシャズの近くにね予測で出るんじゃないかなみたいなことでウォートークンの動画を乱発してみるっていうのはいいですねまさに小野里さんから流れ込んできたアクセスによって私との出会いがあったとそこから即歌塾のメンバーとの出会いがあったとそこから小野里さんとリアルに出会ったみたいなねまさに 思った通りですよね。発想と好奇心。これがね、花谷龍馬さんの圧倒的なパワーですよ。あれを見たとき私はね、1年後にはチャンネル登録1000、2000いく。簡単にいくと思,思ってました。そして、その通りになりましたね。で、次がね、行動力ですね。花谷龍馬さんの特徴といえば2つ目は行動力です。とにかくやってるってことなんですよ。とにかくやってみるじゃなくて、とにかくやってるんですよ。この瞬間、今日1日でどのぐらいの行動量を見せたかっていうのは、私がこうやってね、愛もしてないのに分かるぐらいやってるんですよ。ね だから私がこうやって返信動画を撮らなくちゃいけなくなってくるんですねだって行動してるんだもんこれね通常ね行動してなかったら返信動画アンサー動画の撮りようがないんで私も途方にくれちゃうんですよ、まあ、でもねこの動画送ったらまた送ってくんだろうなーって思うからやっちゃいますよねで金谷龍馬さんはとかく行動力がねありますねとにかくやってますねうんであとはね感情的な部分なんですけども金谷龍馬さんはね気になるやつなんですよね 気にになななるやつってのは非常に大事なんですよなんか知んないけどあ花屋龍馬っていたなーみたいなねこれ構いたくなってくると小野沢さんもついつい動画をね花屋龍馬さんに向けてしまうとかあやさちゃんもねなんかいろいろプレゼントしちゃうとかね山根さんとかも気になっちゃうみたいなねこういろいろあるわけですよガチンコ抹茶クラブとかねこれ気になるやつってのねすごく大事です特に20代の方が40代の人にとって気になるやつって思われるのってむちゃくちゃ得なんですよ まあなんせね、飯食いに行ったら完全おごられですよね。で、しかも、40代の方の武勇伝が聞けて、はいはい分かったよ分かったよっていう風になっちゃうかもしれないけども、まあこういう風な大人になっちゃいけんなっていう風な学びがね、得れますからね。だからこう気になるやつっていうのはね、非常に大事なんですよね。で、次がね、これも感情的なものですけども、やっぱりヘアスタイルですね。この1年で花井龍馬さんのヘアスタイルはね、何回変わったかなってことなんですよ。あの、要するに YouTube に出てるってことは、タレントですから、 いいいつも変わってななくちゃいけないんですよねまさに変わった人じゃないといけないんですよ。平凡な人が出ても平凡なんですよ。だから変わった人を演じ続けるところ、そして根元から変わった人でなければね、なかなか注目を浴びることはできないのかなと思いますけども、花屋龍馬さんはね、ヘアスタイルからね、二点三点してまして、色もいろいろ変わっちゃってね、花屋龍馬さんって、こんな方だったのね、みたいなね、新しい側面がいつも見えていいんじゃないかなと思います。まあ、タレント性があるということですよね。えそして、ね、5番目、一点集中ですね。 花井龍馬さんはその遊戯王転売転売の中でも遊戯王カードっていうのにフォーカスしてそれを突き詰めてるわけなんですよ多分ね多分ですよ日本で一番の遊戯王カード転売というジャンルを確立してる人じゃないかなと思います転売っていうジャンルだったらいろんなものを転売する人っていっぱいいるんですよでも転売でも手をつけてないのは結構あるけどもでも遊戯王カードだったらね俺んとこ来いやとかね1万5000 の遊戯王カードをさばいてやるぜみたいな、ね、1万5なね一万円さばいてやるぜみたいなのはこれ花屋龍馬さんだけじゃないかなと思います。一点集中のこうやって素質もあるってことですね。であの私はね現代の若者には花屋龍馬さんが足りないって言いましたけども、うん、これはね形を変えて言えば今の5点発想とか好奇心でしょで行動力でしょ気になるやつっていう要素ヘアスタイルこれ見栄えですよねそれから一点集中する根性この5つをやっぱり 若い人に身につけていただければその姿はまさに花お真さんになるってことなんですよで花お真さんのね成功に近づけると花お真さんはね自分で自分のことをね成功してないって言いますけども成功してる人はね大体自分のこと成功してないって言うんですよだから私も成功してないんですけどね全然成功してないですからね成功成功いあせこいですね私はね結構せこいせこいしてるかもしれないということで現代の若者には花お真さんが足りないんで 自分がまだ若いなと思ったらね、若いなと思ったら、花屋龍馬さんの動画を、こうね、繰り返し見る。そして、花屋龍馬さんの名言集を作る。そして、それを出版する。それで稼ぐ。これで、花屋龍馬さんも一貫に一いあなたの問題ってことになりますね。で、今日はね、花屋龍馬さんをご購入いただいた方には、特別に、もう一人花屋龍馬さんをプレゼントして、分割手数料、これね、ジャパネットが負担。これでいかがですか価格は、バンあなた次第でございます。 それでは失礼します。